こんにちは、荒獅子男之助です。今日は五代目三遊亭円楽師匠で王の松です。この話は以前、男子師匠でアップしたことがあるので聞いたことがあります。相撲のことはね、あんまり詳しくないんですけど、王の松っていうお相撲さん実在したそうですね。江戸時代に結構活躍したっていう話ですよ。なんか色白で組み合うと肌がパーッと赤くなって、ほんと錦絵のようだったっていう話ですね。あともう一つびっくりしたのは、千葉県に大野松部屋っていう相撲部屋があるんですね。落語の大野松とは直接関係はないにしても、相撲協会にその名前が残ってるってやっぱすごいですね。じゃあお楽しみください。相撲というものが日本の国技でありました。まああれは昔は1年を20日で暮らすいい男なんてまして、ああいいもんですね、1年を20日。まあしかしこれはものの例えでしてね、実際にはまあ地方興行やら何やらいろいろとあったようですけれども、まあしかし地方興行などしますと、当時はむしろ張り小屋掛け指定店10日興行なんて、したがって土地の若い者は皆このむしろをバリバリって破いちゃただ見物をしようってんで入ってくるわけですね。でよくしたもんで、ただ見をされちゃこれは儲かりませんから、取り敵さんが六尺棒を持って、これこれ我は何だってそんなとこから入ろうとするんじゃ、ただ見は禁物じゃ、出とれ、だい、おうどうしたい、だい、ただ見は禁物だって頭張り倒されちゃった、コブができたけど文句は言えねえ、こっちは悪いんだから、うん、やっぱり気の線払ってちゃんと入ろう。何言ってやんねえ、おめえ頭悪いんだよ、俺は大丈夫だ、やる、行ったって殴られて大丈夫だよってんで、バリバリっとこの人は破いたまでは同じなんですがね、頭から入らずにお尻の方からもぞ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 、これこれあんたは何だってそんなとこから出ようとするんじゃ、出口は向こうじゃな、入っとれってんで入っちゃったってわざね。まあしかし歌の文句にもありますわね、お相撲さんにはどこよて惚れた稽古帰りの乱れ髪、いい文句は残ってますよ。稽古帰りにこう顔面を紅潮させて髪の毛をひらひらと川風にあおられながら隅田川を渡るするってえと、女性がその姿を見ると思わずフラッとするってんですね。その点話がそううまくいかないですね。落語家さんには愛想が尽きた稽古帰りの間抜け面ってんでバカバカしいですね。なんといっても相撲の雰囲気というものは呼び出しさんが作ります。いいもんですね。いがーしーなんといって、あれどっかで聞いた調子だなと思ったら金魚ってんで、あれと似てますわね。なんとなく眠気を催すような春風帯刀とした呼び出しが何とも言えないこう雰囲気を作り上げるもん。そして前に亡くなりましたひげのおじさん式守伊之助なんという方、名物男なんか顔中を苦心して何を言ってるかよく分かんなかったですね。わったわしわったわったパピプペポーのは何だ分からない。でも分からなくてもなんとなくそれらしいこう雰囲気があるもんですよね。ですけども相撲取りも皆さんどなたもテレビをご覧になって、あるいはラジオを聞いてらっしゃっても、はあうわ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 大変にこう熱狂いたします。しかしあれはまあ幕の内だけですね、大抵放送されますのは。まあよくて重量の上の方の人、実はあの下の方の序の口で取っております方がもうそれは氷山のようでぐーっとたくさんいるわけだから、幕へ入りゃ大変なもんです。もう話し方やいわゆる真打ちですから、もう十両になると関取と言われましたね、もう大変なもんなんです。
もうそれなるまでがもうご苦労もいいとこで、あの稽古風景などを見てますと、それこそは孫の代までお相撲さんにはしたくないと思うぐらい厳しいもんですね。大変なもんです。ぶつかり稽古ってのをしてまして、兄弟子の胸を借りて、兄弟子よろしくお頼申します、よっやろう、どんどこい、へいくんでパーンとぶつかっていく。回しへ手をかけようとすると、あの竹刀のような竹を割ったやつでもってお尻をピシーッと叩かれます。というのは回しに手をかけるようじゃダメなの。回転の速い突っ張りでもってあくまでいかなくちゃ相撲ともな、もうこれが基本だというわけでパーンとついていく。ところが兄弟子がどうかすると、もう5人6人と稽古をするとめんどくさくなってくるんですね。ちょいとこの辺りでからかってやるってんで、ちょいと体をかわすの。目標がなくなったからひゃらららっとよろけていく。そうするとあのでかいグローブのような手でピシャーッとトントンと伸べてピシャーッと四つん這いになりますと、あの土俵というのは荒木田という壁土を練って練って練り抜いてコンクリみたいに硬い。これダーッと腹をぶつけると鼻血がダーッと出てくる。鼻血なんぞで驚いてちゃ一人前にはなれません。やろう、鼻血なんぞなんじゃい、へいつんでこれを横並びにしてもう一丁お願いします。またパーンっていくとまたひょいっと体をかわされる。すかされるからひょれろってよろけとピシャーッ、今度は目玉がベーンと飛び出す。目玉が飛び出たぐらいで驚いてちゃ一人前にはなれません。やろう、めでえなぞなんじゃい、なんじゃろうや、はっから砂を払って押し込んでまた、いやそんなバカなこと、京橋の観世神道に竹熊文右衛門という親方がおりました。そこへ能登半島から一人の若い士が手紙を持って訪ねてきました。今でいう村長さん、昔の名主からの転所で、親方が調べてみますと、この者は相撲中心の者ゆえどうか弟子に取り立っていただきたいという。とにあれ、体を改めにはならん、やっこ裸になってみせろ、へいってんで、この裸になった姿を見るとなかなかいい体格で、よし我を弟子にしてお車という名をつけてやる、しっかりやれ。はい。花のうちは飯炊きからやらされたそうで、前にはご飯ってものは薪瓦で炊きますから、これは大変なご苦労で、でやっておりますてえと米のなくなり方が激しい。台所の監督をするのは親方のおかみさんで、どうも近頃米が激しくなくなるが、これは弟子のうちの誰かがお米を金に変えてお酒でも飲んでる不心得なやつがあるんではないかと調べてみると、そんな気配はないと、今度来たお車亭新弟子がど外れた退職かな。土台相撲さんは波の人より余計組みますが、このお車という人は波が外れてましてね、今は電気釜ですからなくなりましたが、前にはおこげってものはできました。あのおこげをしゃもじで削る取るようにしまして、それで赤ん坊の頭ぐらいあるおむすびを7つこしらえる。これをペロッと平らげる。これが食前なんですね。で気持ちの落ち着いたところで今度はお茶碗で食べるんですが、これが何杯食べるかわからない。親方のおかみさんはそこは女で、ちょいと親方、まあ私は驚いた、何あの能登半島のお車ってやつ、私は36杯まで勘定してあと数が分かんなくなってます。まああんなやつをうちへ置いといたらお前さん心象食いつばされちまう。あれこそ本当のごくつぶしだよ、今のうちに島出した方がいいよ。面取り進めて音取り時を作るってやつ。そうか、じゃあお車これ呼べ。あ、お車か、我は大層大飯を食らうそうじゃな。昔から無芸退職といって大飯ぐらいにろくなやつはね、我みてえなやつには島を出すから国へ帰れと言ってただやるわけにもいかん。いいか、ここに一部ある。これは貴様にやるんではないぞ、手紙を持たしてよこした名主に対しての礼儀としてわしがやるんさ、これを持って国へ帰れ。言い訳なんかしようもんならひっぱたかれんのがオチです。泣く泣く一部の金を懐に京橋を出る板橋から志村戸田川の渡し、船の来る間腕組みをしてこう考えたが、
どう思い直してみても国へは帰れない。そりゃそうでしょう。末には三役横綱になれよ、出世をして立派な姿を見せておくれよと村外れまで送られてきた。それが夜の浴衣を着たまんまひょっこり帰ってきて、おめえどうした、うん、飯食いすぎた。そんなバカなことは言えない。こんな恥ずかしい思いをするなら、いっそのことこの川へ身を投げて死んじまおう。でもな、死ぬ分にはいつでも死ねる。今通った板橋には宿屋がたくさんあるから、今夜はあそこへ泊まって一部だけおまんまを食って、それから死んだって遅くはない。そうすれば飯の重みで飛び込んでも深く静かに潜航できるから。なんてなことでね、顔やっぱり食べることに頭がいっちまう。これからすぐに板橋へ取って返します。白尾立花屋善兵衛という旅籠へ、まだ時刻が早いから結構な座敷へ通されて、お客様何か注文がありましたら遠慮なくおっしゃってくださいまし。姉さん、わしは別にこれといった注文はありません。ただおまんま切らさずに持ってきてください。それからここに一部あります。これは姉さんに前線で納めておきますから。一部と言いますと、その頃は10日ぐらいは泊まれた額、これを出して飯を食わせる。女中さんも変なお客さんが来たなと思ったが、お金を出してくれたんですから、はいかしこまりましたとすぐに茶舞台を運んでくるお給仕をして差し出す。これを受け取ってもしょ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 食べ始めたが、ただでさえ大食いの人がこの世の飯の食い納め。いや、食べたの食べないのお味を三度取り替えました。一つのお味が二升にしたって、二三が六升でやめたわけじゃない、目下継続中なんだ。女中さんがこれ見てびっくりして、おいおい、どうも女三人寄るとかしましい亭が全くだ。お前たちはなぜまたお客様の噂ばかりするんだ。で、噂にまたいいものはない。必ずあの梅の間のお客様は武男だとか、松の間はいいお客だ。え、そうじゃない、うん、ご飯がなくなります。結構じゃないか。宿屋商売ってのは飯のなくなるのは縁起がいいんだ。それだけお客様がどーっといらっしゃったんだ。え、一人です。それでお味が三つなくなった。結構じゃないか、縁起がいい。どん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 切らさずに持ってっておあげ。それからそれほど召し上がるんではね、おかずが足りなかろうから、何でも構わない、塩辛でも梅干しでも辛いものを持ってってあげなさい。あ、私も見物に行くから。偉い騒ぎでる。へい、いらっしゃいました。手前が当旅籠の主、立花屋善兵衛と申します。お宿をいただいて誠にありがとうございます。今後ともどうぞご贔屓にお願いをいたしまして。しかし女中は口の下がないもので、何かにつけてお客様の噂をいたします。今ちらっとお聞きいたしましたが、お客様は大変ご飯を召し上がる。いえいえ、結構でございます。もう飯がなくなるのは宿屋商売、縁起がよろしいございます。しかしこう喋ってる間にまた一膳キューッと入っていきます。まるで水を飲むようで、飯もそうやってぐっとお腹に入ると大層おいしいもんでござんしょうね。あんまりうまくねんです。あなた泣きながら食べてるね。おい、やめた方がいい。飯なんてものは辛くて食べるもんじゃないん。生きてる間は止めたら食えるんだから。何もお前さん泣く。これはこんなことを言っちゃ失礼かもしれないが、何か事情がおありのようだ。まあ口はばったいことを言うようだが、この板橋で立花屋といえばちっとは顔の知られた男。私もできることなら何でもしよう。若い自分には何かにつけて気持ちが狭いもんだからね、じきに思い詰めて死のうなんてさりゃいけない。さりとは狭いご了見、死んで花見が鎖国会なという一中節の文句もある。どうしたの、わけを私に話してくださらんか。そして優しいお言葉をかけていただくと、実は俺は能登半島のもので、子供の自分から体がでけえもんで、大飯ぐらいで
村の者がおめえは江戸へ出て相撲取りになったら出世ができると励まされて京橋の竹熊文右衛門って親方のとこへ弟子入りしました。おお、竹熊関へ。うん。ところがおまんまは食いすぎると言って島を出され、さっき戸田川へ身を投げて死のうと思ったが、一部の金を川の底へ埋めてしまうのは惜しい。昔話に聞いたが、青戸左衛門って人は三文の銭を滑川へ落として、それを大勢の人足に松明をつけさせて拾わした。金てえものを粗末にするようじゃ人はダメだと言われ、だから私はちょっと我慢していつでも死ねるからと思ってお宅へ来ておまんま食ってる。でも食い終わったら死ななきゃならねえ。おらだって死にたくねえから食べ終わるわけにいかねえんだ。だから明日の朝までずーっと、いや明後日まで食おうかと。バカなこと言っちゃいけないよ。おい、そんなに食べたらお前さん食べ過ぎで伸びちまう。いや笑ってごめんなさい。どうもね、若い自分には何ぞりつけてさって思い詰めるがね、お前さんそりゃいけない。私はお前さんと違ってご飯を食べなくても相撲が好きなんだがね、何も竹熊関ばかりが関取じゃないじゃないか。え、お前さんがね他に弟子入りをする気になるんならば私が世話をしてもいい。根津の七軒町に錣山喜栄治という、これは竹熊関とは番付はトントンの人だが大変に人柄がよろしい。そこへ私がお弟子さんに世話をしようじゃないか。え、どうだいお前さん、もういっぺん思い直して相撲にならないか。旦那さんがせっかくそうおっしゃってくだすっても、俺はどこ行ったって好きなおまんまはやめることができねえ。また飯食いすぎてその錣山関のとこもクビになると。いやいや、決してそんなことしないようにね、私がお前さんが幕の内へ入るまで仕送りをしよう。まあ今日は死ぬ気で食ったから別として、いつもお前さんどのぐらい食べるんだ。さあ、生まれてからこの方これが腹一杯食ったことねえから分かんねえす。今日もじゃあ腹一杯じゃないのか。まだ、いやこりゃ恐れ入ったね。まあまあ仮に、一方一升として日に三両、十日で三度、どうだ、月々ことびょうに用ずつお前さんに私が仕送りをしようじゃないか。え、どうだい、ことびょう二票で。旦那さん、それはまことかね。ごとびょう二行あれば足りるかな。のの情けないでおい。え、足りなきゃもう一票増やしてもいいな。元気を出し、ま、今日はゆっくりお休み。ありがとうございます。姉さん、私は旦那さんに救われた。今まで死ぬ気で食ったからまくもなんともなかった。これから味わいますから。また食べ始め、腹がいっぱいになりますと目の皮たるんでぐっすりと休んだ。ガラリ夜が明ける。ああ、おはようさん。はい、食べたかい朝ごはん。お、そうか、じゃあ善は急げだ。すぐにこれからね錣山関のとこ行きましょう。さあおいで。いやお前さん心を大きく持ちなさいよ。え、ダメだよ。それにまた人というものはね、何でも死ぬ気になってやれば何でもできるんだからね。そのぐらいの気持ちで、もうきちっとねもう一遍思い直しておやんなさい。もうこれがね、話は早い。根津の七軒町ね、錣山関のうちだ。お前さんちょっとお待ち、今私が話を通すから。おはよう。いやあ、これはこれは板橋の旦那んで、いつもいつもごっちゃんです。なんなに、そんな礼を言うことはない。親方おいでかね。はい、おりますでございます。親方、板橋の旦那がお見えになりました。おお、こりゃこれは板橋の旦那んで、いつもいつもうちの若い者がお世話になりまして。なに、とんでもない。そんなこと言われると決まりがあり、実はね今日親方にちょっとお願いがあって、さあ弟子を一人取ってもらいたいんだがどうかね。弟子、力士ですか。旦那のお世話でしたら体を見ずに引き受けましょう。いやいや、
そんなことを言われりゃ嬉しいがね、ともかく会ってね、体を見ておくれ、これは物になるかどうか。おいおい、若い人、こっちおいで。こちらが錣山関、よろしくご挨拶申し上げなさい。俺は能登の国は不下志郷里、とっつぁんは上、そのせがれで長吉という部長訪問で、よろしくお頼み申します。顔も上げやらず大きな体を小さくして敷居越しで挨拶をしている山出し男を錣山がじろっと見ましたが、スノードがしらけて代々の横綱の名がいまだに深川八幡様の境内の石碑にピシッと刻み込んでございます。初代が野州宇都宮の人で明石賀之助、二代目が野州栃木の山で綾川五郎次、三代目が奥州二本松の丸山権太左衛門、四代目の横綱が奥州宮城郡の谷風梶之助、わしが国佐で見せたいものは昔は谷風今伊達模様と、いまだに蔵前八幡の境内に刻み込んであります名力士。五代目が滋賀県の大津から出ました人で小野川喜三郎、六代目の横綱が能登の国は不下志郷里宇川村大野松緑之助という、スノードがしらけて六人目の日の下海さん横綱を張る男が敷居越しにちょこんと仕えておりました。竹熊にはこの素質が見抜けなかったんでしょうが、錣山は一目見て、旦那さん、相撲になるというのはこの若いしかね、良いものをお世話くださいました、こりゃあ相撲にゃあいいね、いいかね、いい、何いい、神経痛がお風呂入ったみたいにね、いいいいって。兄さん、あんたは年はいくつだ？25か、いやまだ決して遅かはね、酒は一睡もやりません。まあそんなこと言ったって、地域のお客様に勧められるようになったら飲むようになるだろう。まあそれもよろしい。で、博打はどうだ？賭け事は嫌いか？それじゃ本当のことを言うてごらん。お前女が好きだな。そばに寄るのも嫌だ。これはおかしい。男と生まれて三度ら煩悩という、酒女博打、このうちどれか一つは好きになるもんだ。三つともやらないてえと、まるで話し家の円楽みてえ。なんか好きなものはないのか？実はね親方、当人の口からはちょっと決まりが悪くて言いにくい、私の口から言わせてもらうが、この若い子に命よりも好きなものがたった一つある。やっぱりありますか？何が好きだ？おまんまが好きだ。おまんま？おまんまてえと旦那どんな獣で？いや獣じゃない、食べる飯が好きなの。旦那バカ言っちゃいけません、飯は誰でも好きで、いや好きなんだが好きすぎるんだよ。誰よりも誰よりも君をライスというぐらいで、どうにもならないぐらい飯が好きな。割った話がね、京橋の竹熊関へ弟子入りをしたんだ。ところがおまんま食いすぎるてんで島を出された。戸田貝身を投げて死のうと思ったのが縁あって家へ泊まったんで、私がね見かねてお宅へ連れてきたわけだ。二度目の弟子入りで、さぞかしお前さんも気分が悪かろうが、初めて来た弟子だと思ってみっちり仕込んでください。その代わりこの若い衆が一人前になるまで、私は月々ごと病によっつ必ず仕送りはいたしますから。旦那、そりゃやめてください。その代わりこの若い者が幕の内に入るときには紋付きの一枚もこさえてあげればそれで結構。相撲取りがおまんまを食わんようじゃ大きゅうなりません、従って強うなりません。兄さん、うちへ来たら遠慮なくおまんま食うたらいい。仮に日に一票ずつ食ったところでだ。なあに、年に360票だ。わずかなもんじゃないか、なおな。なんなら一日二票ずつ、やんなりくらいない。名前をつけてもらいたいんだがね。どうだね、小緑という名は。小緑、それはどういう名？こりゃわしが前相撲の自分につけていた名ですがね。よっ、関取の出世だ。これは結構だ。兄さん、しっかりおやりよ。へい。人間死ぬ気になってやるぐらい恐ろしいものはないもん。文化の12年12月、麹町十丁目宝厳寺の相撲の番付に
初めてこの人の名が載っておりました。序の口お前目で小緑常吉、翌13年2月芝西六場八幡の相撲の番付には序の二段目裾から24枚目に躍進をしております。その間がわずか100日経たないというのに番付を60何枚飛び越したというのは今に珍しい出世。文政5年蔵前八幡の大相撲に念願の入幕を果たし、小緑改め小柳長吉、初日2日3日と連勝、明4日目の取り組みをご披露いたしますという中に、竹熊には小柳というのが、いや、これを見て喜んだのが師匠の錣山で、おい、明日は我の旧師匠、竹熊関との割が出た。しっかりやれ。親方、明日の相撲に負けましては、板橋の旦那藩に合わせる顔もございません。プッ、己まんまの敵、竹熊分野も。世の中に食い物の恨みぐらい恐ろしいものはないもん。これを聞いて驚いたのが元の師匠の竹熊で、自分が飯を食いすぎると言ってあの追い出したペーペーのお車が今日小柳と改名をして自分と相撲を取ろうとは、はあまんまならない世の中だ。実に米ったことになった。なんてなんだ、どこまで行っても米がついて回る。翌日のその見事な立ち合いといってただありません。大正時代に立山という役力士がいました。これがあまり強いために人気がなかったそうですね。この立山が無論横綱ですが、もう立山の相撲ってとお客様が帰っちゃったそうです。バカバカしいんですね。で立山のあだ名が四十五日と言ったそうです。なぜかって言いますと、八家を言って軍配が返ると立山が相手をポーンと一突きつくと、相手がひょろひょろって喜んで土俵際で半分ポーンとつくと土曜外へ出ちゃう。一月半だから四十五日と、まあこうなったというわけね。昔のお客というのは随分粋なあだ名をつけたもん。この小柳と竹熊がそう、八家を言って軍配が返るとパーンとつくと竹熊の体が土俵外へ5メートルばかりすっ飛んだそう。あまり見事な立ち合いが長州公毛利の殿様のお目に留まりました。鶴の一声快力士となり、山口萩の名所大野松原から取りまして、大野松緑之助と改名の後、文政5年春3月天が晴れて6代目の横綱を張ったと言われます。この、数々の名力士の中で大野松緑之助出世力士というおめでたい一席でございます。円楽師匠で大野松でした。いや、痛快でしたね。もうまさにリベンジ、出世リベンジ。だいたい食べ過ぎで相撲取りだよ。それが食べ過ぎで首って理不尽ですよね。出世が遅いって言うけど、そりゃあなたの育て方が悪いんでしょってところをバチンとやり返してくれましたね。いや、私こういう話大好きですよ。どんなもんだって気分になれますもんね。明日は六代目三遊亭圓生師匠で一人酒盛りです。お楽しみに。